皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。1週間ぶりに佐賀に帰ってきました。もうやっぱりジャングル化してますね。もうこの竹じゃない笹、すごいですね。甲子さんは1週間前は綺麗だったのにこんなですね。こっちもまあほとんど野生化。おわ、琵琶がもがれてる。琵琶が収穫されてますね。これはどっかにしまってあるか食われてあるかどっちかですね。うわうわ、そしてこれはまずいわ。こんな感じですね。やっぱり一週間前はすごく綺麗だったこのドンファン4号、悲惨なことになった。まあこれやっぱり切ってあげないとね。お、でもキュウリ頑張ってください。キュウリさん、こっちもそうですね。あ、でもこれはこんな風に綺麗に咲いてますね。やっぱね、バラはちゃんと切ってあげないとこんな風になるんですよね。もうじきブルーベリーがなってきて、そしてブドウ入れ、ちょっと見て回ってみましょう。一週間ぶりの庭を。やっぱりこう庭っていうのはそこに住んでないと無理だわ。挿し木もだいぶやられてますね。うわ、ドンファン3号。まあでもすごいシュートが出てますね。わ、でも逆にドンファン5号の方が、やっぱりうちはドンファンはいいんだよね。ドンファンはいいんです。こっちも野生か。いやー、リモンチェロこんなですね。ドンファン1号ものすごく強剪定したから、まあでも頑張って2階まで行ってください。あー、蚊がすげえ、蚊が2匹っす。あ、ということは、あ、もうこれはもうラナンキュラスラックス鉢上げしないと。絶対やっちゃいけないミント。もうミントが野生化。コウコさんはこんな具合で。いやー、こっちも野生化。やっぱり土がいいんでしょうね。あれですね。あともう蚊がすげえ。指だけ出てんで、そこにもう蚊が集中攻撃ですね。おお、でもここにゴーヤを、これクレマティスですよ。クレマティスは成功。僕に枯れたと思って捨てられそうになったクレマティス成功。アジサイもうすげえ、これアジサイの季節ですね。こっちももう入れんぐらいに。うわー、ちょっと私はね、こっからニョロニョロゾーンですから気をつけて。うわー、プラム落っこったの使えませんもんね。あー、ダメだこれ。これプラムジャムにできますね。すっげーでかくなってる。え、でも食えるかも。こっからニョロニョロゾーン、おらんでね。ヘビがおるともうその一日もうダメなんですよね。ゾーッとして。わ、やっぱ宴は綺麗ですね。先週
帰ってきた時は宴はほとんど冴えてなかった。宴は成功。でもプラムはこれ取ったら今アンズじゃないアンズ酒にはしてんですけど、これもったいないね。すっげえ。おスイカ。とんがらしはなかなか。おばちゃんのネギはちょっともう今避難してますもんね。ああこれは取らんとね、取らんといかんです。このバラ綺麗ですね。これなんだっけ。ちょっとまとまった時間があったら、解散総選挙なければ、あの花の札を作って、いて野生化してますね。野生化してということは、東の方を見に行くのも結構恐怖ですね。1週間でこれだもんね。プラムが落っこってる音ですね。ドンファン7号、やっぱりドンファンは強い。ああここの子たちは草に曲げてる。あ枯れてる。お今日の応援団、これ宴ですね。宴とコスモス。絶望的に花柄いっぱい取んないと。まあでも思ったほどじゃないね。思ったほどボロボロじゃない。おブドウですこれ。やっぱり実がなるものっていいですね。花もだけど、しかもこれは野バラかなんか分からんけど、うわすごい。頑張ってますね。もうほとんど野生か。もう野生。どうするこれ。このイチジク、夏のがなるかもわかんないですね。で前線センターも頑張ってるし、挿し木用に作ったあれも野バラも順調に大きくなってるみたいで、あとはこの田んぼですね。この田んぼ、またあの総選挙の前に買ってもらわないといけないです。で先週悲惨だったパンジービオラ復活。あでもダメになってる子がいますね。ダメになってる。さすがに。あとはでも復活。パンジビオラ復活。あこれもダメかな。あダメだ。あダメだ。まあでももう時期がね、時期があれなんで、あれに買います、あのなんだっけポーチラカは。でもやっぱりダメだったんだ。あんだけ枯れるとダメなんですね。まあでもなんとか復活するかなっていうか
こんだけ野生化すると手の入れようがないじゃないですかね。先週も結構頑張った記憶があるけど、もう忘れた。緊張してますかね。確かにね、1週間ぶりに。でもね、あの全然見ないで枯れてく花、なんかかわいそうだなって思う反面、でも皆さんに楽しんでもらってるらしくてですね、結構な、なんていうかな、まあイングリッシュガーデンなんていうのはもう口はばったくて言えないけど、あのあれですね、蚊取り線香を置いたら結構な憩いの場になるみたいでですね。お、今日の第2番目の応援団、ここ鳥がいっぱいいていいんですよね。この後あの竹原先生に教えてもらったあのこんにゃくとビワの葉っぱ、もう葉っぱ取っていいでしょうね。葉っぱであの幹部にして、そして、いやもう本当にね、最初はこの一本の高子さんだったのを、花なんか全く興味なくて、興味なくてっていうか、もう心がそこに行かないんですよね。でそれはやっぱり良くないですね。自然にちゃんとあの空を見て、そして風を感じて土を感じてっていうのは人間大事ですね。まあ、昨日は本当にあの羽田空港結構怖かったですね。もう実際にあの走り出してからスピードが上がらなかったんで、このスピードだと絶対に飛ばんわと思って、まあ、中止だったんですね。中止で別のあの滑走路に行きました。ちょっと久々にあの身を固くした瞬間でしたね。どうぞまたあの天候がね不順だし、あの気をつけて一日をお送りください。じゃあこの後僕は演技っていうか花がら摘みをして、そしてビアの残ってんのを食ってまた仕事に行きます。じゃあ最後はどれがいいかな。あれですね、うちに馴染まなかったあれなんだっけ、バラの中のバラっていうやつ、ちょっと名前が出て、ポールなんとかですね。いやどれが一番綺麗かな、っていうかもう野生化してるから見せられるようなもんないですね。クレマチスだな。ではどうぞ良い一日に。ごきげんよう。大門3番目の塩辛トンボ応援団、ここ応援団いっぱいいていいですね。ではごきげんよう。クレマチスさんどこだっけ、こっちですね。良い一日を。